国を救った重傷の海賊、こいつを果たして敵とみなすか、この国では英雄と見逃すか。麦わらたちの命運はお天道様に決めてもらいやしょう。サイコロ振って1以外が出りゃ、すぐにでも麦わらと牢の首を取りに行きやす。サボ、もう行っちまったのか。もっと話したかったな。なーに、根性の別れじゃねえ。旅を続けてりゃきっとまた会えるだろう。そういや、今日町へ行ったらレベッカの親父がどこぞの王子だっていう噂で持ちきりだったな。なんだそれ、変な話だ。レベッカの父ちゃんは兵隊のおっさんなのに。その噂は私が流したんだ。え？私のような育ちが劣悪な人間は本来王族と結ばれていい身分ではなかったのさ。だからこれでいいんだ。いいわけねえよ。レベッカはそれ知ってんのかよ。ああ、手紙が渡っているはずだ。レベッカには長い間苦しい思いをさせてしまった。これからは明るい場所で楽しく暮らしてほしい。それにレベッカはまだ子供だ。一時の劇場で将来の幸せを逃してほしくない。大変だべ。海軍のテントが騒がしくなってきた。ぼちぼちここも危ねえべ。ルフィ先輩だぜ、案内します。東の港に船があるからそれで脱出してください。ロメオ、みんなちょっと用事があるから先に行っててくれ。出目は6。さあ天命だ。海軍全体、麦わらの一味並びにトラファルガー牢、そしてその他罪人たちを一網打尽にせよ。どれ、運はもう尽きたのか、試させてもらいやしょう。全力で。ルベッカー！ルーシー、よかった、私ちゃんとお礼を言いたくて。うっせえ、そんなことで来たんじゃねえ。お前いいのかよ、兵隊のこと。もう会わねえ気だぞ。ルーシー、私お手紙もらったの。兵隊さんが一生懸命私を遠ざけようとしてるんだ。どうして？ひどいこと言ったから？私と暮らすの嫌なのかな？迷惑なのかな？知るか、お前が考えろ。俺はこれでいいのか聞きに来ただけだ。嫌だよ、いいわけないよ。じゃあ来るか。うん、行く。ありがとう。気にすんな。あれはレベッカ様、麦わらにさらわれた模様。なんだと？海軍全体に告ぐ、早急に麦わらを捕らえレベッカ王女を救出せよ。
スがいる丘までの道を俺が作る。邪魔な奴を倒したらあとは自分で行け。わかった。麦わら、麦わらのやつ、海軍全体、レベッカ様がさらわれた。至急麦わらを捕らえろ。麦わら、この一大事に君はどこへ。まあいい、こちらは脱出の準備を進めよう。まずは海軍の動きを鈍らせようか。物資を破壊すれば奴らは必ず混乱する。よし、俺が周囲の敵を引きつけるべ。その間にしっかり動けよ、キャベツ。言われなくても分かっているさ。僕は物資の場所を聞き出すとしよう。見かけられたら面倒だな。しかもね、こんな連中も倒しとくか。よっ、よし、これで邪魔な奴は片付いた。それじゃ行ってこい、レベッカ。うん、ありがとう、ルーシー。レベッカ、嘘つかないでよ。私どっかの王子様の子なんかじゃないよ。何百人人を殺してても、手が真っ黒に汚れてても、私の父親は一人だよ。私はキュロスの子だ。嘘つかないでよ。ちゃんとそばにいてよ、兵隊さん。私が父親でいいのか。うん、一緒に暮らそうよ、お父さん。あったかい？ああ、とても暖かい。キャベツ、おめえ、もう俺の手前に突っかかるんじゃねえべよ。僕は奴の仲間に命を救われた。恩人の仲間の命、これ以上狙ったりはしない。燃料が切れそうだ。この辺で補給しておくか。物資はどこに置いてある？素直に吐くのが身のためだ。教えるよ、教えるからこれ以上攻撃しないでくれ。バリアブルストライク、この程度の人数じゃ俺のバリアは止められねえべよ。なんだって貴様。よし、まずは一つ破壊完了だ。おい、俺たちの物資がないぞ。これは一体どういうことだ。
サインなら後で書こう。頼もしいわ。教えるんだ。これ以上切られたくはないだろう。武士はあそこだ。これでいいんだな。僕にこんな地道な作業をさせるんだ。罪な奴らだな、麦わらの一味。ビズリーバケットキャスト。おお、順調だ。海賊どもめ、物資はあそこだ。張り合いがないな。さあ次だ。よし、俺の指示通りだな。武士はあそこだ。場所を教えたんだ。これ以上俺を攻撃するな。よっ、
散らすのみ。バケロ、その者をイナントジェットシェル。もう一息だ。すべて破壊して海軍を動揺させるぞ。よけよっ、ジェットスタンプ。よっよっよっ、順当に進んでいるらしい。僕の痛かったらごめんなさい。これでしばらくは大丈夫だろう。海軍の動きも鈍くなっているはずだ。頃合いだな。行くか。逃げるとすりゃ東の港か。わしも急いで向かいやすかね。発信がつくまでの間、海賊の皆さんにこれでご馳走しやしょうか。インジェクションショット、なんとジェットシェル。空からガレキが、この魔法に食らったらひとたまりもねえぜ。デッドホー、俺たちが港へ行けばあのガレキを止められるんじゃないか。でもこの辺りの道を塞がれてるぞ。これじゃ港まで行けねえ。やっと進めるか。行くぞ。おいバルトロメオ、僕より目立つな。人気は僕のものだ。
こんなこと言ってる場合じゃねえべよ。まったく、わがままなキャベツだべ。ホールエレファントガン。はっ、どけ。うるせえな。わかってるよ。俺たちの悪運がありゃ大丈夫だ。さっさとトントラこいちまおうぜ。目立つんじゃない。その派手な見た目、早く船にしまえ。八つ咲きにされないよう気をつけて進みましょう。通れるようになったか。次行くぞ。ありがとうな。あとは任せたぜ。君は命の恩人だ、ゴッドウソップ。恩人を助けるのは当然のことだろう。助かったわ。ありがとう、ニワトリ君。なんてありがたいお言葉。こちらこそありがとうだべ、ドビン先輩。なんとかお守りできたね。あとはドビン先輩だけだども。どこだべか。なんと万に一つ逃げたとして、その先に未来はねえ。せめてあっしが地獄へ案内いたしやしょう。賭博のおっさん、大将だからって俺は逃げねえ。してるんだ、麦わらは。ルフィ先輩、あんな時に何もマジに戦わなくても。それがしNo!
できねえ。俺、お父さん嫌いじゃねえからな。その情けが何の役に立つやつか見損ないやしたよ。四校も全部吹っ飛ばさなきゃ海賊王にはなれねえ。ええ、言うだけの力があるようだ。子供のなんとジェットシェルフ右手で殴るぞ。ゴムゴムの男の戦いには立場ってもんがありやしょ。こっちも我慢して立場貫いてんでさ。村人モーク麦わら助けようとすんだね。あんたは一体どんな人だい。優しい顔してんだろうね。目閉じなきゃよかったな。